わかるぞそれでは定刻になりましたので沖縄県知事の尾長さんをお招きしての日本記者クラブの記者会見を始めたいと思います。 えー、今日はこのあと、有楽町の方の特派員の皆さんの会見も午後あるということで、その前にまず、日本のプレスの皆さんの前で、1時間、時間を取りたいということでございます。ということで、最初は知事から30分ほどお話をしていただいて、今度のアメリカ訪問を前にしてのです、ね、現時点でのお考えをお聞きできればと思います。 そしてその後また私が進行役を務めて、質問を皆さんからいただいて、それにお答えをいただくという形で、1時間、有効に使いたいと思います。申し遅れましたが、本日の司会担当は、企画員の NHK 島田です。私が今来ております、この狩り氏は、決して沖縄県当局からいただいたものではございません。 知事選の時に取材に行って国際通りをウロウロと歩きながら探した品でございます、えー、知事の下流氏は清掃本物でこちらは若干観光客向けという解説を先ほど地元の、えー、タイムスさんやあ新報さんから伺いました、えー、今日はあの今の沖縄の代表としてぜひ知事に忌憚、えー、のないお話を伺いたいと思いますでは尾根さんよろしくお願いしますはい 日本記者クラブの皆様、関係者の皆様、こんにちは本日はこのような会見の場をですね設定をしていただきまして、そしてこんなに多くの方々がおいでをいただきまして、まあ、初めてのことでございまして、ですね大変今、緊張しておりますけれども、まあ、なんとかですね今の沖縄の状況というものを説明させていただければありがたいなというふうに思っております。 えーまあ、普天間基地の県外移設、新辺野古基地建設になぜ反対するのかというようなことをお話しする前に、ですね、えー、ほんの少しだけ沖縄の紹介をさせていただきたいと思います、まあ。沖縄の文化の多様性に富んだところでございます。えーまあ、首里城とかですね、まあ、こういうかりゆしもそうですけれども、いろいろございますが、きょうはあの沖縄一口メモということで、ですね、えー、沖縄の言葉であります、内縄口をですね、 紹介をする中からまた沖縄の歴史に触れていってあるいはまた基地問題また経済の問題についてもですねお話ができればありがたいなというふうに思っておりますで内縄口というのはなかなか分かりにくくておそらくほとんど聞き取れないと思いますので まずどういうことを話するかということを標準語で話をしてですね、それから内縄口でですね、挨拶をしたいと思いますので、よろしくお願いします。どういうことを言うかと言いますと、どうも皆さん、こんにちは。私は沖縄県知事の女竹と申します。お見知りおきを願います。今日このように多くのマスコミの皆様、お集まりいただき、心から感謝申し上げます。沖縄の問題は大変難しいですので、皆様方で私の話をお聞きになって、 多くの方に分かりやすく説明してください。よろしくお願いします。というのを、内縄口でしゃべっていますので、よろしくお願いいたします。えーはい、さいぐ廃う愚嗣用、中学名柄、湾内内側の知事やいびん、みし民出張というたびみせいびり、女形んでいちょ応びん、中、え、野、ー、うんぐとし、右方くのぐすうようがあ集ま,まっていくみそをち、一平二平でいびる。 うちなのことデイジナムツケイサイビー氏がウンジュナーターさんにワンクトバあチチクミソーチウオークの巡回ナラーチ組総理ーイタサルグトウニゲアサビラどんなですか聞き取れますか<笑><笑>えー 沖縄本島もです、ね、小さな島ですけれどもあの小さな島にです、ね、大阪弁名古屋弁九州弁という形でどの市町村の出身かというのが分かるぐらい言葉が違います。宮古、石垣、与那国、あるいはイラブ タラマというところは、私もその人たちの言葉は聞けませんし、このようにして聞けません、で彼らもそ,のそれぞれがです、ね、聞けないというようなぐらい、沖縄はこの言葉に関しましてもです、ね、大変多様性を持っておりまして、それぞれの島々がです、ね、また自然と歴史と伝統文化を持っておるところであります。で沖縄は、ご承知かと思いますが、東西に1000キロ。 南北に400キロの中にですね160の島々がございます、まあ、その中に尖閣もあるわけでありますけれども、まあ、そういう中でですね今、えー、海底油田とかあるいはまた海底資源とかですねいろんなことがございますしその160の島々のうちに40が人が住んでおりましてその日本の 排他的経済水域が世界の第6位でありますけれども、それにこの沖縄の点在する160の島々はですね、まあ、貢献をしているということにもなります。今、簡単でありましたけれども、沖縄の紹介をさせていただきました。で沖縄は、えー、約500年に及ぶです、ね、琉球王朝の全盛期の中で、万国新領の精神といいまして、アジアの架け橋になるんだということで、大交易時代をおうかい,いたしました。 ベトナムに行ってまいりましたけれどもその歴史博物館の中でですね600年前に琉球人来たると書いてあるのを見てやっぱり若干感動した覚えがございますそれから中国の復讐とは、まあ、大変のつながりがありまして復讐の方にはたくさんの琉球人が渡って、まあ、北京に行く間にです、ね、亡くなった方もおりまして琉球人バカというのがですね望遠が ありまして地域の方が管理をしていただいておりますそれからその時に泊まる宿も琉球館ということで残っておりましてですねこれもございます それから北京に行きますと、国士館の過去の,の,の制度をです、ねえー、通って学んでいる国士館、その中にです、ね、正式の地図の中にです、ね、琉球学館というのがありまして、オブザーバーとしてです、ね、そこで学ばせていただいたというようなこともございます。それから琉球の特産品であります、青森は、タイのお米を原料にしておりますので、やっぱり数百年前からタイとも交流がある,交流があるということであります。 それからアメリカのペリー提督がですね初めて日本に来たのは1853年ですから歴史上は裏側に最初にペリーさんは来たということになりますそれは間違いありませんけれどもペリーはその前後実は5回沖縄を訪れておりまして通算85日ほどですね那覇に滞在をし1854年にですね 独立国としての琉球と合衆国との間に琉米修好条約を結んでおりますそれからフランスやオランダとも締結をしております琉球はその25年後日本の国に併合をされました1879年 私たちはそのことを琉球処分と呼んでいるわけでありますけれどもそういう中からですね日本国の一員として今日の私たちがまたあるわけであります。その間には 先ほど私内縄口喋りましたけれども内縄口のですね禁止令が出ましてですねこれは喋ってはいかんということでですね私どもおじいさんおばあさんはですね一生懸命それを話ししないで標準語を喋るような努力をしたわけであります戦後もそれは一時期続いておりまして方言札というのがあってこのな 方から垂らすんですね。や違反をしたらですね。そして次に使った人がいたらこれを渡すということでですね。そういった形でまあうちなうちは使わないようにと日本語を使いなさいというようなことのございました。そういう中でですね。まあうちなうちは。 立派な日本人になるんだということで大変努力をし必死に頑張ってですね日本国民としてこの誉れを感じたいということでやってきましたけれども、まあ、その先に待っていたのが70年前のですね沖縄の戦争でありました約10万人を超える沖縄の,の人と日本軍とアメリカの兵士合わせて20万人余がですね 日本で唯一の地上戦で亡くなったわけでございますその中で起きたまあ戦争の醜さみたいなものはですねここで言及しません、えー、とにかく沖縄は戦前戦中戦後と日本国にある意味ではミサを尽くしてまいりました、えー、その結果が戦後サンフランシスコ講和条約で日本の独立と引き換えに約27年間米軍の非政権下に差し出されたわけでございます 米軍との過酷な自治権獲得闘争は想像を絶するものがございました当然のごとくごとく日本国憲法の適用はありません児童福祉法の適用もなし27年間国会議員もその間一人も送ったことはございません沖縄は日本国民でもなくアメリカ国民でもなく本当に大変な事態でございました まあ日米地位協定もなかなか不平等条約と言われますけれどもその時はもう違い奉劇みたいなものでですね、いろんな事件がありましたけれども犯罪を犯した米軍はそのまま無罪で本国に帰るというようなあの時代でございましたインドネシア沖で沖縄の漁船が拿捕されても琉球その時は三角の旗を持っていたそうなんですが、えー、そういったものは何の意味もございませんでしたそれからベトナム戦争には沖縄から毎日米軍が出撃をいたしました B52 を中心としてベトナムとのあの長い戦いは沖縄がある意味で中心になったわけでございますそういうことがございましたけれどもその間日本は、えー、ある意味で自分の力でですね日本の平和を維持したかなごとく高度経済成長を謳歌して今日来てるわけでございますそういう中で日本政府はこれから基地の問題に入っていきますけれども普天間基地の 危険性除去がですね、原点であると。その唯一の解決策は、新辺野古基地建設が唯一の解決策であると言っております。しかし沖縄から言わせてもらいますと、普天間基地の原点は、戦後、住民が収容所に入れられている間にですね、米軍に強制接種をされたことが原点であると私たちは思っております。 改めてでありますけれども、これは何回か皆さん方、この私の言葉を聞いたこともあると思いますけれども、えー、確認をしたいと思います。沖縄は本日まで自ら基地をですね、提供したことは一度もございません。えー、普天間基地も、それ以外の取り出さ,される飛行場や、えー、基地も、戦後、沖縄県民が収容所に入れられてる、入れ,入れられて、えー、住民がいない中で、 え、この取られたり、あるいは、いるところでは、重剣とブルトーザーでですね、基地に変わっていったわけでございます。ですから、自ら土地を奪っておいてですね、県民に大きな苦しみを今日まで与えておいて、普天間基地が老朽化したから、世界一危険になったから、お前たちが負担しろ。辺の古が唯一の解決策だ。嫌なら代替案を出せ。日本の安全保障をどう考えているのか。 沖縄県のことは考えているのか。こういう話をすること自体がですね、私は日本の国の政治の堕落ではないかと、このように申し上げてきているわけであります。新辺野古建設の工事のですね、現状も、まさしく今、会場でのですね、重県とブルトーザーでの基地建設の様相を提示してまいりました。私は自国民の自由、平等、人権、民主主義、 そういったものを守れない国がですね、どうして世界の国々とその価値観を共有できるのだろうかと、大変疑問に思っております。日米安保体制、日米同盟というものは、もっと品格のある、誇りの持てるようなものでなければならないと思っております。それこそがアジアが、日本がアジアのリーダーとなり、世界のリーダーとなって、格好としたですね、価値観を持った中から、 日本の存在を示すことがなると思いますし日米安保体制もそのことこそ一番安定をするのではないかというふうに思っております安倍総理との会談をさせていただきました安倍総理との会談でもですねで安倍総理が2点にわたってですねこのように努力をしているからぜひご理解をお願いしたいという2点他にも話ありましたけれどもこの話をさせていただきたいと思います一つは 嘉手納基地の南側、ですね遺難の返還を着々と進めてますよということでございましたそれから2つ目は、オスプレイ、えーまあ、どんどん普天間にも来ましたが、そのうちの何基かは本土の方で今、飛び立ってますから、沖縄の普天を負担を軽減するために、ですね本土の方でもこのオスプレイの訓練をしているので、この辺のところはご理解願いたいということが話でございました。 しかし、嘉手納遺難の返還もです、ねえー、皆様方がその話を聞くと相当進んでいるように見えるかもしれませんけれども私は一昨年小野寺防衛大臣と他の防衛局の方々もご一緒して話をしたときに一帯全体、えー、普天間基地が新辺野古に移設をされて それから嘉手納以南のです、ね、キャンプ・キンザとか那覇軍港とかです、ね、キャンプ付けランとか 5, 5つぐらいありますけれどもそういうものが変換されてどれだけ面積が小さくなるんですかということで一緒になって計算をしましたそうしましたら今ある沖縄県の0.6%の面積にですね日本国の73.8%の米軍の制蔵施設があるわけですけれどもこの73.8%が普天間が新辺野古に移ってですよ それから家電難の5つの基地も移ってですねどれだけ広かったら0.7%なんです、73.8が73.1になるんです、これはですね小野寺大臣もびっくりしてましたけれども、その後私が、えー、国会かなんか行ったときにいろんな方々にお話ししますと、あの政治の中枢にいる人たちでさえですね全く分かりませんでした、えー、誰も半分ぐらい沖縄の基地は解決するんだというふうにですねあの思っているわけですね。 そしてなおかつ嘉手納以南の遺つ返されるわけですがなんでそういうふうに0.7かと言いますと移設はです、ね、普天間が辺野古に移るようにです、ね、キャンプ・沢もですも、ね、那覇軍港もです、ね、みんな県内に移っていくんですですからこの返還されたものは返されるというよりは機能強化をして移っていくわけですから0.7%しかあの変わらないということをよくご理解をいただきたいと思います。 そしてその返還時期もですね、那覇軍港は2025年10年後になりますかキャンプ金座・金沢は2013年そういうふうに発表されておりますがその数字の後に何が書いてあるかと言いますとまたはその後って書いてある2015年2028年またはその後ですからそういうふうに着実に返還をしてるんだよできることはすべてやるよと言ってる中身はですね、こういうことでありまして。 政治の中枢にいる人でさえ分からないわけですから、日本国民はです、ね、お安倍さんやるじゃないかと、嘉ナイ以南、こういうふうに着実に返還してるんだというふうに思うかもしれませんけれども、内実はそういうことでございます、そしてオスプレイもそうであります、オスプレイも今、何機か本土の方で飛んでおりますけれども、あのオスプレイが配備をされるときにはです、ね、ちょうど2012年に配備されましたから、13年頃から配備をされるんじゃないか。 沖縄に来るのではないかというです、ね、話がございましたで防衛省に行きましてです、ね、確かめても本当に直前までわで、ね、からないとお何もアメリカから知らされていないというのが、えー、その返事でありましたところがその2012年前の2年前にです、ね、森本元,元防衛大臣が学者の頃ですね著書を出しておりましてその本の中にです、ね、何が書いてあるかというと2012年に12期2013年に12期 沖縄に配備され,てあされますというのが5年前に書かれているわけですその通り2012年には12機2013年には12機来たんですねそしてその後何て書いてるかというと新辺野古基地はですねオスプレイを収容するためにつまりオスプレイ専用の基地にするために設計をされているので、えー、普天間ではもう老朽化してですねオスプレイは使えない。 ですから新兵小基地に移すことによって、ですねこのある意味でこの基地をですね維持したいんだという、そしてそこに100基以上配備をされるということが書いてあります、そしてその本の中には、いもですも、ね、オスプレイは未亡人を作る飛行機、製造機というような言葉まで使ってですね表現をしております。ハワイで 墜落がありましたけれども、そういったようなこと等は、5年前の,あの森本さんの方に書いてありますので、私が作った話をしているわけじゃございませんので、読んでいただきたいなと思います。ですから今、沖縄からしますと、ですね本土の方で飛んでいるオスプレイも、新平の小基地が完成をしたら、あるいはまたそれが前に、普天間の方にですねまた戻ってくるんじゃないかというような、その私たちの肌感覚からは感じがございます。ですから横田に今度 CV22 が来ますけれども、 それも沖縄に配慮して横田にしたんだという話でありますがあの CV22 を受け入れる部隊はですね沖縄の嘉手納基地にあるんですですから横田においてもすぐ沖縄に来て訓練を始めるのは嘉手納基地を中心としてやるということがあのはっきりしておりますですからそういうことを考えたりしますとですね私はこのいわゆる今の沖縄に対してのですね日本政府の在り方 場合によっては米国の在り方もです、ね、大変おかしいのではないかとこのように思っているわけです。本当に自由と人権と民主主義を,です、ね、共,有を価値共有の価値観を持つ国とタイアップするためにです、ね、今回の日米同盟、あるいは日米安保大会のですの、ね、首脳会談があったのかということを考えますと本当に心寂しくなります。そして、 もう一つで申し上げますけれどもあの13年目ラムズフェルド国防長官がです、ねえー、沖縄の普天間基地を見てこういう言葉を残しました現職の国防,国防長官でしたこんな世界一の危険な基地はね、えー、早くこの移せというようなことをラムズフェルドさんが言っておりますそして菅官房長官も再三再四、世界一危険な 普天間基地だから早く辺野古に移してその危険性を除去したいと言っているんですがで僕はこの方々にお聞きをしたいんですけどね何かと言いますとそれじゃあ新辺野古基地ができない場合にはこの世界一危険な普天間を本当に固定化できるんですかということなんです。本当に普天のの基地を固定化できるかかどうか これが日米同盟としてですね、本当にそういうことができるかということを考えますと、私はよく代替案を出せとか、沖縄が持つべきだろうなどということをよく言われますけれども、これは当然国が考えるべきでもありますが、普天間の固定化もですね、私はできないと思っておりますから、ある意味でこの新兵の国基地はですね、どうしても阻止をして、沖縄の今日までの歴史を含めてですね、もう一回総ざらいをしなければならないなと、このように思っております。 ですから、政府には、えー、とにかく今の工事をです、ね、中断をして、えー、話し合いをしてもらいたい、えー、日米体制にです、ね、これは大きなひびが入ります、新辺野古基地ができない場合には、日米安保体制、日米同盟、私は自由民主党の出身でありますから、日米安保体制の重要性はよく理解しております、理解しておりますけれども、新辺野古基地に作ろうとして作れない場合の日米同盟のです、ね、危うさというようなもの、 そしてその間、10年かかりますから、あれは、その間、普天間にですね何か飛行機がハワイで落ちたように落ちましたら、それこそ日米安保体制は、ですね砂上の老殻にあるというふうに乗っ,て乗っかっていると、そのように私は思っております。ですから、この件については、ですね真剣に考えていただきたいなというふうに思っております。それから、沖縄の振興策でありますが、これもよくですね、 沖縄はあの基地を預かって、新工作もらったらいいですよということでね、いろんな方から言われるんですね、政治家からも、普通の,あの国民からもですね、これはですねやはりあのマスコミ等々の報道が、えー、いろいろあると、それから政府が誤ったと言いますか、あるいはまた、えー、作為的に出すものがありまして、ですねこれに、えー、国民の皆さん方もそう思ってるんじゃないかと思います。よく年末になりますすとですね <laughs> 年末になりますと沖縄の振興策3000億円確保とか出ますよねそうすると普通の国民はね47都道府県みんな一緒にもらってその上に沖縄県は3000億もらってるのかというようなです、ね、おそらくうお考えになってると思います沖縄県は27年間米国日本から切り離されて米軍の市政権下に入ったものですからその間は憲法も法律の適用も何もないわけで。 復帰した頃はです、ね、あの待機児童の問題の認可保育園なんか一つぐらいしかないぐらいの子どもたちの設備もそんなもんだったんです。ですから、そういう27年間、日本の法律になじまない中で過ごしてきましたので、返還をしたときに、当時の沖縄開発省と、それから今でいう内閣府の沖縄担当の部署がです、ね、沖縄県の予算はです、ね、一括して各省庁と交渉するようになったんです。 ですから、えー、この内閣府が、今でいうと内閣府が、各省庁と沖縄県の間に立って、ですね、えー、じゃあ、建設省これ100億出しなさい、えー、文部省、これは学校を作るために100億出しなさいという形で、総額出来上がったのが3000億円なんです、他の都道府県はどういうふうにしているかというと、学校を作りますから100億円ください、えー、そして何を作りますから100億円作くださいといって、各省庁に自分でやってるものですから。 一括して鳥取県は何千億円とか、一括して島根県は何千億円って出てこないんですよ。沖縄内閣府が一括してやるもんですから、3000億円、この3000億円を一般の国民の皆さん方は、あ沖縄基地預かってるから、地方交付税とかそういうものの上に乗っかって、さらに3000億円もらってるんだなというふうに考えてるもんですから、ね、振興策を取って基地は預かりなさいよと、こういう形になるわけであります。しかしかながらこの 新工作のですねそういったあの諸々ですね、こういったような仕組み下でそういうことになっているわけでありますから、ぜひともですねこれはご理解いただきたい、そしてちなみに地方交付税は全国で何番目かというと、47都道府県のうちの16位です、それから国庫支出金と地方交付税を合わせた金額は全国で6位であります。 しかしこの6位というのは27年間のブランクをですね、インフラからなりからですね、埋めようとして、確かに沖縄県は27年間は他のところの何分の1だったんですが、今は何十パーセントアップで本土ということでですね、ある意味でこの他のところよりは優遇されているように見えます。だけれどもそれはあくまでも地方交付税が16位で、国庫支出金が合わせてですね、6位と。 いうような状況だということもですね、ぜひご理解をいただきたいなと、このように思っております。そして沖縄は今、大変元気になってきております。私では去年の選挙でですね、一番大きなスローガンというか、二つ挙げました。一つは、日本の安全保障は、日本国民全体で考えてもらいたい、負担をしてもらいたいということで、これ、基地問題になります。でもう一つはは何だったかとといますと米軍基地は沖縄経済発展の 最大の阻害要因であるとういうことを知事選挙では大きなスローガンとして掲げさせてもらいました、それはなぜかと言いますと、那、え、覇、ー、市の新都心地区に今、発展しているところ、は沖縄に行かれた方は分かると思いますけれども、えー、新都心地区というのがあります、そこは215ヘクタールなんですけれども、お米軍の住宅がありまして、えー、100件か200件ありまして、ね、芝生に敷き詰められて、学校もありました、でそこは軍用治療が52億円入ってました。 で25年前ぐらいに返されまして、軍用地の地主はですねびっくりして、これだったらもう生活が成り立たないんじゃないかということだったんですが、15年前、私が市長になりまして、そこを普通の区画整備でですねやりまして、今の新都心地区ができておりますけれども、どういうふうに変わってきたかと言いますと、52億円の軍用地料がです、ね、600億円の商売が販売額になってるんですね。 雇用は180名、芝生を買ったり、米軍の住宅をとんとんとんと直す人が180名働いていましたけれども、今は1万8000名、100倍でありますで、それには情報通信の産業がです、ね、一番大きくありまして、そういったような形で100倍になっているんですね、そしてこの J 収は、この6億円でありましたけれども、97億円、今はもっと大きくなってきております。今は その3つは他の2つもありますけど3つを合わせてどうなってるかというとですね所得がこの27億からこれも616億とか雇用は327名から2万3564名この72倍ですね税収も8億から298億とこういうような形で,ですねありますじゃあ今言ったキャンプ付けランとかキャンプキンザーとか那覇軍港とか普天間基地が開催されたらということで沖縄県が試算したところ 今、返されない中でのです、ね、基地関連収入とかそういうことを含めてです、ね、この経済効果というものは今の収入はそういった基地から来るものは500億円そして、返されて今のように新都心地区のように私たちが開発をしてです、ね、いろんな形で産業にあるいはまたこの公園にと使っていった場合どれだけ収入になるかというと8900億円です。 これはもう10倍以上、15倍ぐらいになります、ですから、基地から関連収入は今、2000億円ぐらいでありますけれども、あれが返されたならばです、ね、今、沖縄には投資をしようとするです、ね、国もたくさんおりまして、ただし、土地がみんないいところは基地に取られてますので、返された場合のです、ね、沖縄のこれからの発展はです、ね、計り知れないものがあるんです。 ですから基地で食べてるんでしょうとかというものは基地があるから食べられないというですね、えそういったような状況もこれからはですね説明ができるような状況になっていくんじゃないかなというふうに思っております。えちなみに基地関連収入は戦争直後はですね沖縄県の GDP の50%ありました。戦争でみんな破壊されましたので何も産業もありませんでしたから50%基地関連収入だったんです。それから27年経って復帰をするときには基地関連収入は 沖縄のの GDP 15%で今はどうなっているかというと、5%を切ってですね、4.8%まで基地関連収入は落ちているんです、ですから、こういうようなものを含めて、沖縄が基地で食べてるんだというようなです、ね、そういったです、ね、もので、いわゆる日本の本土の皆さん方がいいんじゃないかと、あっちは新興策もらってるんだから、基地預かるのは当たり前じゃないというようなことはです、ね、ぜひです、ね、考え直していただきたい。 やはり日本国民全体でですねこれを考えていただきたいと、このように思っております。えー、まあもう大体いいあと3分ぐらいになりましたので、今、沖縄はで太平洋のアジアのダイナミズムがですね押し寄せてまいりまして、まさしくアジアの中心地になろうとしております。えー、本土の日本のですねこの辺境、アジアの外れだったものが、今、日本とアジアのですね架け橋になれるようなですね大きな可能性を秘めてきております。 いわゆるこの物流世界のですね物流拠点アジアの物流拠点というものを ANA さんがやっておりましてもう当初からのですね物流の100倍を超えてシンガポール上海香港台湾ですねこの辺りからものを沖縄でこの 積み替えたりしてですねそして成田羽田に持っていくんですで、本土のまた北海道とか山梨とかそういったもののおいろんな特産物も沖縄の方に来てそこからアジアに飛んでいくという二十四時間の那覇空港だもんですからそれが今ですね本当に大きくですね羽ばたいてきておりますそれから情報通信産業も、えー、本土とおそれから沖縄と結ぶことによってシンガポールまでこの海底テーブルがつながりました それで今、沖縄県には約3万人の情報通信産業に働いている人がいますけれども、これもアジアの核となるとですね言えるような企業が沖縄に進出を今、来ております、それからもう一つは沖縄国際観光リゾート、これも今、このバースがありまして、ですね10万トンクラスの船がですね海外の人たちをどん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 運んできます。去年で いわゆる14年度で,です、ね、約90万、で今年は120、30万をです、ね、超えるような勢いでありまして、観光客全体で716万でありますけれども、そのうちの120万がです、ね、この海外の観光客ということになります。ですから、そういったこと等を私どもはベースにしながら、今、初めてです、ね、日本国に貢献をする。 いわゆる沖縄として、いわゆるアジアと日本の架け橋となって、ですね昔の大交易時代というようなことを踏まえて、アジアとの交流の中で沖縄を考えていく、それからアジアが平和でなければ、日本もどのアジアの国も経済はだめです、ですから沖縄が平和の干渉地帯になるべきであって、そこに基地を持って、ですね基地でもってですね平和を維持するなどということは、ですねこれは本当に難しい話であります。ですから沖縄はあの 1,000キロ、1> 1, 400キロに160の島々がありますので、その間に立ってですね、平和の鑑賞地帯として、私はこれからの沖縄のですね、アジアや日本でですね、貢献をする、そういった措置になろうかと思っております。ちょっと後半が短くなりましてですね、恐縮でありますけれども、ありがとうございました。三重レビル。<laughs> あ私があの30分メートルって言ったものですから、ちょっと駆け足を無理にさせてしまった感があって申し訳ございません。あの質問でおそらく経済発展に関するものも後ほど出てくると思います。であのいつものようにまた皆さんからの質問を受けていくんですが、今日はあは最初に私の方から一問だけ、後ほどあの挙手をしてのご発言について、私の方からお声をかけます。一問だけまず知事にに伺いたいたでですすの今の話は非常に歴史をですね 拝見ししたたとても分かりやすいお話で,したでそういう中で、ご自身も先ほど、私は自由民主党出身だというふうにおっしゃった、あの単に自民党出身というだけじゃなくて、沖縄の自民党のリーダーでしたね、若い頃からのね、その尾長さんが、うん、自民党政府が1990年代半ばから進めてきている県内移設、まあ、それが辺野古ということになってきたわけですが、そうしたものに対してね、相入れないと、で今日のような主張に、 変わられたのはいつ頃何をきっかけにしてだ、ったのかこの点をぜひお聞きしたいんですけど、はいまあ、沖縄はあのそういう歴史でありますので、沖縄県民もです、ね、保守と革新に分かれてです、ね、大変な死闘を繰り広げてまいりました、はい、親戚も別れ、隣近所も別れてです、ね、私の父も兄も政治家でありましたから、地方政治家でありましたから、私が20歳になるぐらいまでは、1九回、十5回も選挙をして、8勝7敗でございました。 でそういった中で、沖縄の,その県民がですね自ら持ってきたわけでもない基地を挟んで、保守の方はですは、ね、生活だろう、えー、それから自由主義社会を守るんだこれでやっている、ところが革新の方はですは、ね、人権を守る、誇りを守る、それが人間の生き方じゃないのと。 金ででで命をを売るののかといいううようなものでです、ね、お互い価値観を持ってやっててやきたんですしかし、冷戦構造が終わって、日本も55年体制が終わって、そういう中でまあ小沢さんとかね、いろんな名前もそれを言いませんが、自民党から出て行ったり戻ってきたりね、流動化が始まったんですね、沖縄は流動化がないんですよ、ですから私が自由民主党出身と言いますとね、あれあんた安保条約の反対なのこれ、そういうような質問が来るんですね。本土ででははもももうううそういうものは何もないの何なすよ ですからそういったようなものが、いわゆる稲峰さんが知事のときにです、ね、この基地の問題ありましたが、15年で区切って、2キロ先に米軍民共用飛行場ということで許可をしたんですで、それさえも小泉さんが潰しましたので、今はゼロベースからです、ね、辺野古の問題になってきております、でそれを見たときに、自民党政権でも民主党政権でも沖縄に置いとけというのが私は肌でも感じましたので、えー、極端な話、オールジャパンで。 沖縄にに基地を置いいいとととけこ、ね、こういうななったなとそうすると、もう自由主義社会を守るとか、共産主義社会がどうだというよりも、私たちは沖縄の人からすると、イデオロギーよりはアイデンティティ私たちの,あの70年前のです、ね、戦争で10万人亡くなったおじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんがある中はです、ね、これから以降も私たちの小山後にです、ね、それを引き継いでいいのか。 沖縄に生まれた保守の政治家は、沖縄の子どもたちを守るために一番頑張るべきであって、えー、日本でいう日米同盟が大切、日米安保体制が大切というのは本土の論理です、自分たちで負担してないから、そういうことが言えるんです、ここのところがです、ね、やっぱり本土の保守と沖縄の保守の違いだというふうに思っています、はいまあ、つまり、辺野古に着地を図った小泉内閣当時ということですね。そう,そうですねはい そしてその沖縄にです、ね、来月9日から4日間、沖縄取材団をこの日本記者クラブで編成して、チームで取材に行くことになっています。えー、今日はちょっとその団長を務められる共同通信の企画委員、川上さんにそのお立場で一問お願いいたします。 えっと共同通信の川上と申します、今日はあは貴重な時間、ありがとうございました。あのー、今、紹介ありましたように、6月の初めに、えー、っと記者クラブで、えー、沖縄の方に伺わせていただきます、あのー。大変お忙しい中ですが、若干でもお時間をいただければと思います。あのー、おそらく、えーっと、月末からの訪米を終えられたのまの、まあ、そのご感触をお聞きする機会になるかと思いますが、その訪米に向けて、あの今日は質問を、一問させていただきたいと思います。 まあ、あの外交、特に安全保障はあの、まあ、政府の戦艦事項ではある、えー、という意見もあるかと思いますが、その中で知事として今回、えー、27日からですか、訪、え、米、ー、される狙い、思い、えー、特に何を、えー、その場で訴えていかれたいのか、その辺についてお聞かせいただければと思います。よろしししくくお願いいたままますすさ国の戦艦事項でありますけれども この1沖縄県に、ね、74.8%の米軍の専用施設があるということは、私ども沖縄から、国からです、ね、無条件にです、ね、この受け入れさせられるということは、まあ、今日までそうだったわけですけれども、自己決定権の主張というものはないとです、ね、私たちの子や孫は守れないと。 本当にまた日本の安全保障という意味でもそれがいいのかというようなですね気持ちがございます。それで七十四点あ七十三点八パーセントの米軍専用施設があるということは何が見えてくるかというとですね皆さん方が日頃感じないですね日米地位協定のですね不平等性がよくわかってくるんです。飛行機が落ちる事件事故が起こる私たちは防衛局に抗議に行きます。 沖縄には沖縄大使もいますけれども、あの他の国に出すようにしてです、ね、47都道府県で唯一、沖縄には日本大使がいるんですけれども、そういったところにも抗議に行きますけれども、何をおっしゃるかというとです、ね、アメリカの運用の問題だから口が挟めないと言うんですよ、そうするとです、ね、これはもうとてもじゃないけどです、ね、日本政府を相手に沿ったらどうにもならない、それでアメリカに行きます、でアメリカに行きますけれども、アメリカは必ずです、ね、日本の国内問題だよということになります。 そういうい私ははジレンマの中で,です、ね、行くくことはよくわかっていますしかしながら、今回の深夜の国基地の問題は、作れない場合は、あれが残骸が残ったりして作れない場合はです、ね、当事者ですよと、アメリカさん、これは日本国の国内問題にはとどまりませんよと、日米安保体制にひびが入りますよと。 これをです、ね、よくよく考えて、新兵の小基吉をです、ね、安易にです、ね、考えたら、えー、皆さん方の国の問題とも関わってきますよというです、ね、ことは申し上げていきたいと思うんですね、それをどのように向こうが両立するかは、私には何とも言いようがありませんが、ただ私たちは、えー、新平の小基吉をですね作らすということは、この沖縄を守るということと、日本を変えたい。 それから日米同盟ももっと誇りある品格あるものにです、ね、変えたいというためのです、ねまあ、一条にしたいというふうに思っております、はいえー、それでは会長の皆さんから、き、えーねえー、今日はあの一人一問にしてください、えー、できるだけ大勢の方が直接に質問ができるように、えーっと、右サイドの方で3人並んでるうちの真ん中の方、お願いします。えー、あの今あ,そあなたあ ありがとうございまますす産経新聞の井上と申します、えー、今日は知事のお話を聞いて、えー、体系的にあの知事のお立場、よく分かりましたありがとうございました。そこで1点だけ、私もあの日本の、ね、安全保障はあ、日本全体で負担すべきだと、知事のお考え、大変共鳴いたしております。でそこでちょっと1つ疑問なのはです、ねえー、先月あの、知事が中国に行かれた際に、えー、せっかく李国境首相と会われているのに、 沖縄の抱えのもう一つの安全保障問題である尖閣諸島、尖閣諸島の問題をね、どうもあまり強くおっしゃってないと聞いております、これ、なぜかということ、それが、だから、せっかくあの基地に対するね、知事のお気持ち、これ、沖縄県民のかなりの部分、賛同してると思いますけれども、石垣の人々はもっと尖閣のことを知事に言ってほしいという声も、我が社に届いております。 えー、その辺いかが、尖閣問題でどうお考えかということ、はいうお願いします、えー、私は知事になりましてです、ねえー、基地問題も最重要課題でありますが、先ほど申し上げましたアジアの成長のダイナミズムを取り入れて、アジア経済戦略構想ということを持っております。ですから河野陽平さんが、えー、40年来 中国に行ってです、ね、その日中友好のです、ね、貿易の拡大について、頑張っておられることを聞きましてです、ね、ご一緒させていただいて、このアジアの経済戦略構想というものを、今の中国の経済の勢い、それからそれを帰ってきた後と、すぐ台湾に行きましたけれども、台湾の経済の勢い、そしてこれからシンガポールとかです、ね、香港も行ってまいりますけれども、こういったものを今やってる一環であります。 そして、人民大会堂で李克強さんとお話をするときには、私たちの持ちき時間50分のうちです、ね、40分は河野洋平さんが AIIB ですか、そういったものとです、ね、どう考えるかということ等を含めてです、ね、日本と中国に横たわるような大きな問題がございました。 で私からすると何を申し上げたかと言いますと沖縄の先ほど復讐との関係がありますから復讐と沖縄の直行便、えー、観光という意味でもです、ね、大変重要なんで、えー、ぜひともお これを定期便としてさせてもらいたい。それから、その復習に自由特区ができますので、沖縄にも特区がありますから、それと、これと関連させてですね、これから経済交流をさせていただきたいというような話をするだけで、私の持ち時間は10分でしたので、これで全てが終わったわけで、この特に話をするものという意味では、アジア経済戦略構想の一環でありますので、それも持ち時間は10分でありますから、立候補 李克さんが答えるのも含めて10分ですので、えー、そういう意味からしますとです、ねえーまあ、そういう話しかできなかったということです知事、あの次に李克強さんとお会いになったら、尖閣に対する懸念、これはお話になりますか尖閣の懸念はです、ねあの、先ほど、石垣の方がという話がありましたけれども、沖縄からしますとです、ね、13年前の9.11のニューヨークテロですね。 あれがビルにぶつかって飛行機が行ったときに、おお、大変なことが起きたなと思ったら、ですね1週間後に何が起きたかと言いますとね、沖縄の観光客4割減ったんですよ。風評被害で、修学旅行がすぐ止まりました。で、今、石垣のところに尖閣がありますね。私は尖閣は日本の固有の領土だと思ってますので、えー、それに何のあれもございません、疑問もありません。しかしながら、向こうで小競り合いがあってですね、ほんの何名か、あるいは十何名か、えー、怪我人が出たりすると、今、石垣観光は大変に。 順調で,です、ねえー、年間100万人、石垣が来てます、あそこで何かこのいざこざがあった場合にです、ね、10万まで観光客が落ち込むんじゃないかなという心配があるものですから、私からすると、何はともあれ平和的にです、ね、この問題は解決できないだろうかということが、えー、沖縄県を預かる知事としてはです、ね、ございます、はい、それは今後ぜひ発信していただきたいですね。さあ、そんなこちらサイド、再、え、度、ーえーえー、じゃあ、手前の 2, 2列目の方、どうぞ。 TBS の報道特集の金平ですが尾長さんのです、ね、この数か月の発言の中で非常にあの印象に残っている発言があってその時の,その言葉を出した時のご心境の一端をお伺いしたいと思ったんですがあの先月、那覇市内でですね菅官房長官とお会いになった時にですね知事の方から昔の官高等弁務官のですね ポール・キャラウェイ氏のお話、名前を出されて、ですねキャラウェイ氏と今の日本の政府の態度が重なるというようなお言葉がありましたですけれども、これはどういうお気持ちからそういうお言葉を発せられたのかということを、まっ、あ、たでも結構ですので、あのお聞かせいいいたただきたいと思います6名ほど、27年間の中,に中で高等弁務官というのが来まして。 当時は当然沖縄県議会とは言いません沖縄立法院議会といってですね何の権限もありませんでした。 古い布告でもってです、ねえーこの、米国の民主政府がです、ね、指令を出して、それをなんか受け皿としての議会や、えー、あるいは、えー、主席と言っておりましたけれども、任命主席ですね、えー、そういったような中で、自、え、治、ー、が行われておったんですが、その時に一番高、キャラウェイ高等弁務官というのが、えーまあ、よ沖縄のあのり方にメスを入れまして、これはいい意味でも悪い意味でも、有無を言わさずです、ね、全部、その、 改革をしていったというか、よく言えば改革、悪く言えば独裁者だったという、ですねそういうことになります、<coughs> 沖縄にはそれに反発する、ですね何事も許されませんでした、でそういう中で、今、今度の普天間の新平の空地の問題、あるいはそれ以外の先ほどのオスプレイの問題も、みんなそうですが、沖縄が、ね、どんなに嫌だと言っても、東京要請行動で41市町村長、41市町村議長、全県会議員が行って、ですね勘弁してくれと言ってもね、 何も言わずね、持ってくるこの姿勢ね、他の都道府県でそんなことないと思いますよ。他の都道府県でですね、これだけの全市町村長が、全市町村議長がですね、何の問題にしてもやめてくれと言ったらね、そこにいる国会議員がですね、次と落選しますから、一生懸命ね、頑張ってね、おそらく阻止すると思うんですね。沖縄の場合はですね、沖縄の国会議員、自由民主党県連の国会議員は、もう首根っこを抑えられてですね、えー、この県外施設から県内施設に変わっちゃったんですね。それぐらい、 その政府はですね、権力を持ってです、ね、沖縄に関してはです、ね、やるんです、やってきたんです。ですから私はいつも理不尽だというふうに思っておりましたが、それの表現方法がです、ね、なかなか分かりにくかったんですけれども、やはりあの27年間のです、ね、沖縄の置かれた環境と、あの粛々と進めるんだ、粛々と進めるんだというです、ね、100回も200回もです、ね、聞かされますとね、こんな上から目線で,です、ね、あのサンフランシスコ購買条約で切り離されてです、ね、日本を支えてきたこの沖縄に、 地上戦をして10万人も亡くなった沖縄に、このような形でね表現をするのかという気持ちが私にはございましたですから、菅官房長官のにも直接お話しする機会がありましたので、キャラベイ高等弁務官のですねお話もさせていただきながら、粛々という言葉はやめてもらいたいと、このように話をしたわけです今度、真ん中のあ、あじゃあ、あの右手の女性の方。 琉球新報の島と申しまます。すいません、まあ。沖縄の新聞社ですが、えっとあの、今のお話もそうなんですけれども、政府はもう二十、普天間問題が起こってからずっと沖縄の負担軽減、負担軽減ということを言ってきましたけれども、オスプレイの配備も含めて、県民の間では全然負担は減らずに、逆に増強されてるんじゃないかという声があります。知事が、 今の73.8%の基地が起き続けて、さらに全然負担軽減にならないことを、その背景にあるものは、日本の国の中のなんだというふうに分析してらっしゃるのか、教えていただきたいと思います 2>, あの2年前ですかね、参議院の予算委員会の超党派メンバーがです、ね、沖縄においでになって、基地所在の首長さんたちと意見交換しました。 そこで普天間は県外にという話をしましたらです、ね、もうあえて名前は申し上げませんが、どこそこではもう分かるような記事になっていると思いますけれども、その方がです、ね、本当に一言一句変えずしてです、ね、こ,のこういうふうにおっしゃったんですよ、その予算委員会と基地を持っている所在の首長さんとの会話の中で,です、ね、なんとおっしゃったかと言ったら、本土が嫌だと言ってるんだから、沖縄が受けるべきだろう、不毛な議論はやめようやと言ったんですよ。 こんな話をされてですね、私は本当に日本国民だろうかと思いましたね。で、こういったようなことがベースにあるものですから、沖縄には基地を置いときなさいとお。そういうようなものがですねで、日本国民全体で日本の安全保障を守る気概もないのに、一見にですね、これだけ押し付けてですね、そして積極的平和主義だと言ったらですね、私は他の国からですね、本当に日本の覚悟と言いますか、そういうものを感じられないのではないかと。ですから、サンフランシスコ講和条約で沖縄切り離されましたけれども、先々 何か分かりませんけれども、沖縄は切り離されるんじゃないかというです、ね、恐怖心が私にはあります、私の時代ではないかもしれませんけれども、小山子のためにです、ね、私はそういった日本の民主主義のあり方とかです、ね、そして自国民を守るという気持ちですね、そしてアメリカと一緒になって力を合わせてです、ね、そういった価値観を共有するようなものを、今一度組み立ててもらいたいと、こういうふうに思っておりますこ,のこちらのゾーンの皆さん、どなたかいませんかあ、じゃあその方、後ろから男性の方。 すませんあの週刊の西岡と申します、えー、と先ほど地位協定の話が出たんですが、まあ、あのアメリカ政府に直接あのそういう話をするということだったんですけが、まあ、そうは言っても最終的にはあの日米両政府で話し合ってもらわないといけないのでその場合にです、ね、日米合同委員会でどうやってこの問題を取り上げてもらうかということが必要になるかと思うんですけど尾長知事としてはそこにど、まあ、お願いするという形でというのは考えてますでしょうか。 まあ、今までの経験から言うと、絶望的な感じがしますね、えー、だから民主主義国家として品格のあるものになっているかというのはです、ね、そういうことを申し上げているんです、前市町村長、前市町村議長、えー、そして全県会議員が来てもです、ね、一個だにしないところにです、ね、日米合同委員会で,です、ね、私たちに意見を述べさせてくれというものがです、ねえー、本当に成り立つかどうか。 国の戦艦事項であるとはいえ、一見にこれだけ押し付けてるわけですから、本当は当事者としてですね意見交換すべきだと思うんですね、ですから今おっしゃるようなものは、理屈としては、普通の国にはあると思うんですけれども、お今のところお、申し上げたい気持ちはありますが、多分言う前からですね虚しくなるのではないかなと、こう思ってます今度そちらあのあ、じゃあね、えーっと、すみません、ほどご年配の方、えー、お二人並んで手を挙げた、はい、その方にお願いします。 個実はあのはい女長先生というお名前には私はあの終戦当時に中学生でございまして中学校の英語の教師が小長先生で後に琉球の大学長もなさった方その一族であられるということで風貌その他があの頑固であるところ筋を通すところ、うん、まさしくあの先生と同じだなと思いながら聞いておりますが。<laughs> その筋を通せば、結局は沖縄独立論にいくだろうと私は思っております。まあ、あんまり乱暴に言っちゃいけませんけれどもあの、とにかく国際情勢も、イギリスもスペインも含めて、みんなね、地域が、沖縄の地域がものを言う、ものも、中央に対して、そのことはもう世界的な状況でもあるし、なおかつあの地図地、世界地図を眺めれば、 沖縄の置かれている地政学的な立場というのは素晴らしいわけですね、あのハブとしてあの発展あの、へそとして発展するためには、そこで問題は、李桓悠のような結物が、リーダーがいるのかと、沖縄にということになるかと思いますが、あの知事はおそらくあの不滅の信念を持って、あ,のあれですね、あの 絶対に普天間からあの辺野古への問題もあのを防ぎ止めるとおっしゃっておられるけれども、その道を行くと、結局あの申し訳ないけれども、妥協の点はないと思います。いや、勝手に思ってるわけですけれども、それで結局それは。ご質問は冒頭の独立論でよろしいですか。はいはい、いや、はいいそうです。ごめんなさい。はい、じゃあ、そこまでで。それをお伺いしますお願いします。先輩の 重厚な質問にです、ねえー、答えるのもなんですけれども、えー、沖縄にうまいる前に、ね、日本本土で、ね、覚悟を決めてです、ね、米軍を受け入れてです、ね、立派な日米同盟を作ってもらいたいんですよ。 なんで沖縄だけにです、ね、このように上から目線でですね、あんな方で考えなさいよという姿勢になるのかですね、人生の経験者としてはですね、私はこれは少しね、物足りないのではないかなと思います。で私がかくなであるというようなものでですね、独立というような話をしましたらですね、僕は安倍さんのかくななものには勝てないと思ってますよ。<laughs> ね、あんなかのよなな人はいなくてですねそういったものにはですね大変ご理解があって小さな沖縄にはですねご理解がないというのはね大変あの立つ姿勢がですね間違ってるんじゃないですかねだからよくよく考えていただいてですね沖縄がねこうして切羽詰まってですね話をするものをですね独立だと言って切り離しますか 皆さん方、本土の方々が切り離すといえば、それは沖縄も切り離されるでしょうけれどしょうがないから、だけれども今、日本国のために、ですね、アジアのダイナミズムを取り入れて、架け橋となって頑張ろうということを言ってるんですよ、そして戦争しちゃいかんから、平和を実現してもらいたいと、その中に沖縄は安定して、ですね、日本国に貢献できるんじゃないかという話をしているわけで、その中で深淵の国基地を作らせないと言ってるわけですから、その辺のところはですね、先輩、戦争も経験されました、ぜああひよく理解してください。はい。 そしたら、こちらの存知一番手前の人。あ、あなた。はい。東京新聞の後藤と申します。と、尾長知事のおっしゃる辺野古に新基地は作らせないという決意は非常にあの。よく強い意味を理解します。その一方で、政府は非常に強い。固い決意で辺野古に新基地を作ろうとしております。その中で、あの。中山前知事がもう埋め立て承認をした以上。 もう止められないのではないかという思いが今度の国民の中には広がっていると思います、その中でどのようにして止めることができるのかというのをちょっと具体的に示していただくことによって、本土の国民がまだこの問題は終わってないんだということを理解できるように、ちょっと具体的に手の内をさらすことになるのかも分かりませんけれども、言える範囲で言っていただければと思います手続きの問題にもかわってくるかと思うんですねだから今の質問もですね。 沖縄が本土に説明すすべきだというんですよねなんであんなに本土に尽くしてきた沖縄にですね沖縄がもがき苦しんでるのにねお前たちが説明すべきだというのはですねこれはもう沖縄が日本の犠牲になるのが当たり前だった話なんですねこの当たり前だというところにですね私たちの将来というものに向けてのですね生き方あーですからスコットランドとかですねそういった問題と沖縄が比較できるようなものがですね出てきます先ほどの方も独立するんですかというような話がありました。 ここまで、えー、いわゆる国民としてです、ね、受け止めてくれないというようなことであった場合にはです、ね、これはなかなか厳しいものになっていくのではないかなと思ってます。で私はその意味からすると、新兵の国基地はできないというのはです、ね、確かに国としてはあれですけれども、沖縄はあの27年間の米軍の司令、ね、権下にあったとき、プライス勧告といいましてね、いわゆるう銃剣とブルトーザーで、すべてですよ、銃剣とブルトーザーで奪った土地を借りておったのでは 自分のものにならないからということで、下院議員のプライスというのを着て、ですね勧告を出したんですよ、強制買い上げです。強制買い上げをして、いわばまあ国有地といいますか、米軍用地になるんですか分かりませんが、強制買い上げをするということでやったときに、あの、 1956年ぐらい、5年ぐらいの時にですね、えー、この沖縄の人は裸足で芋食べて歩いてるんでしたけれども、そういったような時にですね保守も革新もみんな一つになって、ですね絶対に売らないということで、ですねあのプライス勧告を阻止したんですよ、だから今、すべての基地は民有地であったり、行政の土地だったりしてだめだということが言えるんです、あそこで強制買い上げで,です、ね、私たちが負けておったら、ですね今、沖縄の基地はあと3倍、4倍にもですねどん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 増えさせるような感じがですねあったと思いますよ。 ですから、あの厳しい違い方形みたいなところでも、うちのアンチはです、ね、戦ったんです、自治権獲得をしてきたんです、本土のように与えられた自治じゃありません、沖縄は自分から27年間、ですねあの高等弁務官と、あるいはアメリカの民政府と戦って、人権もやってきたんです、そのものが今、今日生きてるんです、だから2、3日前、3万5千人もあの炎天下でですね集まって、ですねそういった趣旨はよくわかってるんですよ、うちのアンチも。よくわかっていながらも、ですね沖縄の人はね、それでへたこれない。 下手これないで、しっかりとですね、この自己主張をしていかなければ、小山孫に対して、もう一度70年前のですね、ああいう戦争をですね、経験をさせたくないというですね、思いが強いんです、ですから手続き論は、えー、細かいのがたくさんありますので、撤回か取り消しか、ですね、あるいはそのいろんな問題があります、これは知事の権限として、私は有効に使って、名護市長調査も一緒になって、ですね、これは作らせないと、またそれができるというふうに確信を持っておりますので、ぜひ頑張っていきたいと思っています。 じゃあ、最後の一問です。えー、っと、こっちの三列目の人。はい、あの N. H. K. の西川と申します。えー、今日はありがとうございます。あの、先ほどですね、アメリカでのですね。あの、おっしゃいたいことに関して、ご説明ありましたけれども。こういったことをですね。要するに、そのアメリカ。 のもうその当事者ですよというふうなことを、実際に向こうに行かれて、どういった方々に対して訴えていくのか、現状、決まっている向こうでお会いする方々が、どういうふうになっているのかといったことを含めて、ちょっと伺えればと思います <laughs>、えーまあ、日米首脳会談の後であります、そして辺野古が唯一というです、ね、ものにもなりました。 そこで小さな沖縄県の知事がですね どのような形でやっていくかということになりますでそういうい時にです、ね、私は今、新兵の小基地は作らせないということでありますのでそれから米軍がアメリカがこの,この米軍の沖縄にあるものも含めて日本国内の問題だと言っているわけですからそうしますといわゆる新兵の小基地を作らせないということはアメリカとは関係のないことになってまいりますので本当にそれでいいのかというようなことはです、ね、話をさせていただきたいなと思っております。るるべき人に会えるかとということでありますが 今流動的なところもございますうーやっぱり、ね、今、沖縄の日本国の中に置かれている立場がありますので、こういったようなものの中で、今、いろいろ交渉をしながらです、ね、やっておりますので、どのような形になっても、私とすれば、しっかりそれを伝えてです、ね、場合によっては何回もです、ね、行かざるを得ないのではないかそういったこと。も考えながら そして日本の国民、本土の方々にも、ですね、ぜひこの問題はですね、考えていただきたいということを、ですね、これからも機会があるごとにですね、訴えていきたいなと思っております。アメリカの国会議員とは会えそうな感触がありますか、政党は問わず。 えっと今まで行った方でもですねなかなかその会えない部分があのございます元国会議員全国会議員という方ではですねあの間違いなく会りますけれども現職のということよりは連邦議会のですねこの シンクタンクですかここがですね、えー、じっくり話を聞いて、そのようなものを全国会議員に配るというような話も聞いておりますので、こういったような形も通じながらですね、アメリカとは交渉していきたいと思いますけれども、今の日米関係から考えますとですね、えー、大変大きな壁だと思います。しかし、僕はい,くもいつもこういう質問を受けるもんですから、なんか本土の方はね、そういうことを言いながら、お前できないのにやるのかとはね、こんなような目線で見てるんじゃないかというね、一体全体日本国民はどう考えてるんだというね、 このよう、ね、自国民が、ね、こんなふうになっているのに、ね、国は動かないでい沖縄どうするんだよとお前たち何もできないんじゃないかなとっ言って、ね、その心の奥底に、ね、それが見えてきて、ね、だから菅官房長官とあんまり違わないんじゃないかという、ね、そんんな感じがするんでするでねはい、えー、一番最後のご発言が一番端的にご自身のお気持ちを表しているように聞こえました、えー、今日は始まる前に記号していただいたらこういう言葉です。誇りある豊かさ ささんこれ一言言葉を伝えてください、はいだえー、と沖縄は今日まで,です、ねえー、時代背景で二重人格を強いられてきたんですね、保守と革新と分かれて、保守は生活、革新は平和、ところが今はです、ね、このアジアのダイナミズムの中で、それから世の中の環境、世界情勢も変わってまいりましたアジアがこんなに発展すると思いませんでしたが、そういったダイナミズムの中で,です、ね、私たちは自分たちの心の中に別々に持っていたものを、 平和とです、ね、そして経済というものを持てるようになりましたから、その誇りというものが、いわゆる人権とです、ね、私は尊厳、誇り、こういうものを表しております。 そして豊かさというものは、もともと保守が持っていた経済であります、この2つが今回重なり合うように、ですねこれからの21世紀ビジョン、沖縄は本当に自分の尊厳も守りながら、なおかつアジアの中でしっかりと経済活動もやっていきますよと、そして平和のための鑑賞地帯となって頑張りますよということをこの言葉に込めております。 いや今日はありがとうございました、えー、記念の品です、どうぞ、カメラマンの皆さんもお勢いらっしゃいますのでこちらを向いて、これはあの、日本記者クラブからの今日の御礼の品です、えー、先ほど選んでいただいたネクタイ、はい、中宮田さんでいいんですか、出しましょうか、<laughs> 後ろの日程を押してでもわれわれに付き合ってくださるという、今の意思表示でございます、<laughs> 知事。はいい